はいどうも、こんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね e フットボール来作ですね、最新情報が出たということで早速こちら紹介していきたいところなんですけど、まあどうですかね、かなり激アツな情報というわけではなくて、まあ以前出ているトレーラーになんか付け足されてね、紹介されたというトレーナーになっていましたけど、まあ最新情報になりますので、こちらをですねしっかり画像で紹介していきたいと思います。でですね、前回までのeフットボールの再生リストを作っていますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。で、ですね、今ゲームズコムというのが8月25日から27日のイベントとなっておりまして、こちらが今開催されております。ですので、おそらくまあこのトレーラーで出ている情報以上のことがこのゲームズコムでまた出されるかどうか分かりかねますが、まあ金曜日の早朝もしくはまあ金曜日の朝にですね、新たな情報も出るんじゃないかなと思いますので、またね、そちらの方も動画にさせていただきたいと思いますけど、まずはですねこちらの方を紹介していきたいと思います。米国メジャーリーグサッカーの選手が完全搭載ということになりました。で、リーグの方はですね搭載というわけではなくて偽名搭載となりますので、そちらだけご注意いただければと思いますけど、まあアメリカのメジャーリーグサッカーの選手が搭載ということになりましたので、日本人目線で言うとやはり久保優也選手の搭載はかなり激アツですね。で、ちょっと前で言うとダビド・ビジャだったりイブラヒモビッチもねいたメジャーリーグサッカーになりますので、まあここら辺の選手、まあ新たにメジャーリーグに行く選手もいますので、そこら辺が搭載となるというところはかなりありがたいのかなというところですね。まあこれでアメリカのね、国代表を作っている方にとってはかなりありがたいお知らせかなと思いますので、来作から期待していただければと思いますけど、来作に関してはフリートゥープレイということになりますので、まあここもかなり激アツなんじゃないかなと思いますし、ここからはですね新たに出ました最新情報をお届けしていこうかなということで、まずはこちらの画像をご覧いただければと思います。基本的に PS4 の情報となりますので、アプリの方はですねまだしばらく待っていただく必要あるかなと思いますが、 PS4 の画面となりますね。まあ、もちろん PS5 だったり Xbox にも関係あるかなとは思います。こちらで注目していきたいのが一番左、チームプレイスタイルがですね5つに分かれておりまして、ポゼッションゲーム、ロングボールカウンター、クイックカウンター、ロングボール、アウトワイドということで、こちらの5つに分かれております。で、そちらの画像がですね こちらになりますけども、ポゼッションゲームは一番上、クイックカウンターは左下、ロングボールカウンターは右下ということになりますけど、まあどうですかね、結構全体的に守備でいうとコンパクトな守備になっているんじゃないかなと思いますね。まあここら辺に関しては来作かなり楽しみな部分の一つかなと思いますし、個人的にこのクイックカウンター左下ですね、バイエルの選手になりますけど、ボールを奪ったらこの前線の3選手が一気に飛び出すということになっていますので、これはかなり激アツですね。で、一番上のポゼッションゲームに関してはバルセロナの選手で再現されているんですけど、まあポゼッションに関しては今まで通りそんなに変わらないかなと思いますが、個人的にはこの左下のクイックカウンターが一番激アツな情報だったんじゃないかなと思います。で、いろいろ動画見ていましたが、こちらが結構熱かったですね。 Defenders will take advantage of their physique to steal the ball from their opponent ということで、ディフェンダーはですね、まあアドバンテージ、利益を得ると、まあフィジカル面での利益ですね。で、オポーネントなんで、相手選手から to steal the ball、 ボールを奪う際にディフェンダーの選手にフィジカル的なアドバンテージがあるということで、個人的にこのシーンが結構激アツでしたね。来作に関しては身体能力、フィジカル系の能力値に関してはディフェンスが有利なんじゃないかなというところで、今はね本当にアプリの方は顕著かなと思いますが、背負えばまあくるくるできるというところもありますんで、この身体能力がディフェンスにプラスでなるというところはかなり激アツなんじゃないかなと思います。守備はやはりピケが監修しているということで、かなり激アツになってきましたね。で、まあ以前のトレーラーでもありましたが、ニューカメラデュエルということで、まあデュエルのシーンになったらこのカメラが近づいていくということで、これどうですかね、個人的にはまあ使ってみないとわからないんですけど、まあ全体をね、見たいというところもありますので、まあここら辺は使ってみてのお楽しみなのかなと思います。そしてまあ今回のトレーラーに関してはそこまで激アツな情報はまあなかったんですけど、 Stay tuned in September for more information about game mode, license, mobile and the all important release timing ということで、まあ書いている通りゲームのモードだったりライセンス、そしてモバイルですね、モバイルに関して、そしてまあ一番大きなところですね、リリースのタイミング、こちらに関してはまあ9月にまたね新たに情報解禁となることが決まっていますので、またね9月楽しみにしていきたいところなんですけど、詳細な日付に関してはまだ出ていませんでしたので、もしかしたら9月1日かもしれませんし、アプリの方は9月30日かもしれませんし、本当に幅が広いんでね、まあ9月というよりかは日付もね新たに設定してほしかったところなんですけど、まあセプテンバーをね待っていきたいところですね。ということで、ここからはですね新たに確認されました総合値見ていきたいと思います。まずはマンチェスターユナイテッドということで、ユナイテッドに関してはこちらの10
10位選手の総合値が今現在分かったということで、もちろん総合値に関してはゲーム発売を、しばらく経った総合値はかなり変わってきますのでご注意いただければと思いますけど、今現在はご覧の通りということになりました。やはりディーン・ヘンダーソンがね台頭してきたということで、デヘアの総合値はかなりマイナスという結果になっていますけど、カバーニだったりラッシュフォード、リンデルフの総合値もマイナスという結果になりました。ただですね、ここら辺に関しては来作の総合値は今作の総合値とちょっと変わってくるようなニュアンスもありますので、そこら辺に関しては、おいおいね、見ていただければと思いますが、やはりルーク・ショーの総合値上がりましたね。特に前半戦ですか、後半戦も素晴らしかったですけど、イングランド代表としてもルーク・ショーの活躍が素晴らしかったので、今回3つ上がって84ということになりました。他のブルーノ・フェルナンデス、ポグバ、マグワイア、ワンビサカ、マクトミネ、グリーンウッドに関してはプラマイゼロということになっていますので、やはりユナイテッドに関してはバランだったりサンチョも加入したチームになりますので、やはり来作に関してもかなり期待ができるクラブになっているかなと思いますね。ただですね、こう発売日当初って移籍は反映されていませんで、10月の中旬だったり11月になる直前ぐらいにいつもね移籍情報が反映されることになっていますんで、もちろん PS4 の方はですね11月までそれ待つ必要があるかなと思いますし、アプリの方はですね、前回はアプリがリリースされるタイミングで全ての移籍情報が反映されておりましたので、おそらく PS4 の方は1ヶ月ちょいぐらいはバランはレアルマドリーだったり、そこら辺の移籍情報で、やっていくことになるのかなと思いますね。ということで続きましてユベントス見ていきたいと思いますけども、ユーベに関してはロナウド、ディバラ、シェスニー、ケッリーニ、アルトゥール、ベンタンクールはマイナスで、逆にですねデリフトだったりキエーザ、ダニーロに関してはプラスという結果になりました。キエーザに関しては左のサイドハーフで85ということですので、もしくはウイングだったりもするかなと思いますので、ここら辺は一概には言えないかなと思いますが、ただサイドハーフで置いて総合値プラス2ということになりましたので、昨シーズンの活躍も含めてキエーザに関しては総合値はプラスになってくるんじゃないかなと思いますので、このユベントスの総合値というところに関してもかなり期待ができるんじゃないかなというところですね。ということで、以上でユナイテッドとユベントスの2つのですねクラブの総合値が分かった選手もちらほらいたということで、いかがだったでしょうか。ユナイテッドに関してはやはり期待ができるクラブですし、ユベントスに関してもやはりロナウドがいますんで、来作のロナウドはもしかしたらラインブレイカーかもしれないということで、そこら辺に関してはかなり期待ができる部分の1つかなと思います。で、今回のトレーラーに関しては、めちゃくちゃね、情報が出たというわけではないので、やはり9月の、新たな情報に期待ができるところかなと思いますんで、ぜひですね、皆さんで9月の情報を待っていきたいところですね。9月のいつ発売日になるのかというところだったりもわかりかねますので、もしかしたら金曜日の早朝にね、新たな情報出るかもしれませんので、そちらを待っていただければと思います。はい、ということで、本日はこれで終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。さい、いってば。